トゥルヒージョは、ペルーのラ・リベルタ県の都市である。ペルーの北西部に位置し、国内第3位の規模の都市である。ペルー北部の経済中心地である。モチェ川の菓子、太平洋への川口近くに位置する。名称を、現地スペイン語発音のカタカナ表記は、トゥルヒージョである。気候が年間を通して安定していることから、トコハルの街、ラシウナデラエテルナ・プリマベーラと言われている。 また、毎年1月に、南米三大舞踊の一つであるマリネラ・ノルテーニャの世界大会が行われることでも有名である。トルヒーリョは、スペインの征服者たちによって建てられた最初の都市の一つである。1534年12月6日に、ディエゴ・デ・アルマグロはこの都市を建設し、フランシスコ・ピサロの出生地である、スペイン・エストレマデューラのトルヒーリョから、トルヒーリョと名付けた。 1537年11月23日、スペイン国王カルロス一世はこの町に死の核と現在も死のシンボルとして残る紋章を与えた。1619年、地震により害は破壊された。1624年、町の再建による新しい発展の時代が始まった。イエズス会は神学校と司祭の教育のための学校を開いた。 彼らはまた先住民への宣教師も務めた。この都市はスペインの統治に対する闘争で重要な役割を演じた。1820年にスペインからの独立を宣言したペリューの最初の重要な都市となった。1825年には臨時の首都となった。革命のリーダーシモン・ボリバルの本部となった。トルヒーリョは非常に乾燥した砂漠気候である。 平均気温は摂氏21度である。夏は摂氏32度を超えることがある。一年の大部分は気温が摂氏20度台の前半から中ほどである。日照が多く一年を通して快適な天候から、常春の都市として知られる。10月上旬のインターナショナルスプリングフェスティバルでは、ペルーや世界中から多くの人が訪れる。空港道路、ありがとうございます。